どうも、天ぷらです。藤山にいたずらを仕掛けちゃいましょう。今たった今ですね、パチンコ企画、はい、やったばかりなんですよ、はい、終わった直後、はい、控え室をお借りしていただいてね、はい、お使わしてもらってるんですけども、藤山がかき揚げを連れてタバコ行ったんで、ね、閉めたと。ここでいたずらをしようということで、先ほど藤山に僕2万円借りてましたよ、ね、はい、4、5万ありますね、はい、じゃあ一応2万借りますわ、はい、あ、ごめんなさい、ああ、もったいないもったいない、その2万円をパチンコ玉に変えときましたこれで今からもう彼に返そうとバッグに全部詰め込みたいと思いますさあ、ここはね、もうセキュリティがすごいですから、はい、藤山君は勝手に入ってこれませんからね、はい、入ってくるには、なんですか、そのスタッフの方に電話して開けてもらわなきゃいけないから、今すごい安全なんですよ。さあ、彼のバッグ、まあそう締めてこれ5000発、はい、一玉4円ですから、はい、5000発に換金しました。換金じゃないな、換玉換玉しましたよ、換玉、はい、すごい、必ず新幹線のおしぼり持ってる、うん、彼の今日の荷物、はい、閉めてこれだけですよ。ブラシが2つ、ブラシ2つ、歯ブラシ、ブラシがいっぱい、なんか名刺、財布、ザクロ、薬用育毛剤ザクロと新幹線のグリーン車でいただけるおしぼり、これを彼はストックする癖ありますから。あとはスマイル40、目薬のみ。すごいね。じゃあちょっとこう広げててください。彼これを10円玉バッグだっけ。10円玉、これ10円玉バッグじゃない、同じバッグですか。これ10円玉バッグって名前ではない。いいですね。おぉ、すげえな、重て。これ1,600-1,700発ぐらい一皮でしょ。はい。おぉ、すげえぞこれ。よし、全部ここに。おぉ、入れ方ちゃんと返しましたね。借りたお金は、借りたお金は僕がちゃんと返すんで。返しました。ちょっとこういうとこ入れとく。はい。細かいやつも。サイドのカバン、あ、そこ背中。これ換金すればね。あ、磁石。まさに換金は違う。ダメ。これはそのままね。はい。2万円分ですから。こっちにも入れてんのかよ。そのちっちゃいポケットに。あ、サイドもある。サイドもある？はい。あ、ちょっと繋がってるんですか？中と繋がってるのか。あ、こっちも繋がってない。繋がってない。あ、はい、なんですごいポケット。多機能だね。なんか昔から多機能バッグ好きだよね。多機能バッグ好き。彼。この前パソコン入るんだよってカバン喜んでリップしてたけど。ああ、これはもうこうなってんだ。パソコンしょってたリュックどこ行ったんだ。これすごいよ。何キロぐらい。これはすごい。ね。腰抜けちゃうんじゃない。でどこじゃね。ここ。おお。すごいぞこれ。これすごいぞ。袴持てる。失礼します。富士山の、はい、ちょっとうわ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 、ちょっとこれ、あの動きますよ。これすごいな。うわすごい。うわ、あそこに置きたいんだ。ここに置いてあったもんね。ここにあります。うわうわ、すごい、すごい。ここで重いな。
さあ、完了です。藤山が帰ってきて、いざリュックを持ち上げるとした時の藤山のリアクション楽しみましょう。だってこれ、ピコーナー開いてんすか。ひらがなでか、カタカナでいい。カタカナ。ピコーナーってでもめちゃくちゃありますね。大阪が本社。あ、そうなんですか。いや負けたな。いやね、これでギリアツでしたけどね。こればっかりはね。いや2連敗だよねこれで。しゃあないよこればっかりは。いつかか通っていつか。まあまあ、3人というか全員やって全員が勝つっていう日を夢見よう。ああ最高だよね。なかなかの日だな。めっちゃいいっすね。おい、これ中のお前は。なかなかの日だな。なかなかの日だな。お前は愛くるしいな。おんも。もったいないもったいない。もったいない。2万円2万円、お前に返った2万円だから。束にしたのよ。札で返せ。もったいない。ほらもう1万。9000ぐらいなっちゃってるぞ、これ多分。なってね、何回鉄入るんだよ、これ。過去10円があったり、玉だったり、ちくわの時もあったな。ちくわ覚えてねえな。このちくわ、このバッグじゃないけど。まあ、破れねえな、これ。丈夫だな。すごいな、お前。もう鉄臭くなんだから、毎回。そこから心配。おい。いやー、でもこれちゃんと返したからな。いや、返してねえよ。これで全部一応軽くはなってるけどな。ない。こっちは見た。こっちは取っちゃう。取った取った取った。あ、もうまた1個出てきた。OK。 いいんだよ、もう。じゃあ戻そうか。なんでだよ。